左がバージニア州、右がテネシー州となる宗教の道路ブリストルはアメリカ合衆国テネシー州サリバン郡の市。2010年の国勢調査では人口26,702名である。バージニア州ブリストルと双子都市であり、テネシー州とバージニア州の宗教に位置している。宗教はダウンタウンを通るステートストリートとなっている。ブリストルはキングスポート、 ブリストルブリストル大都市統計圏の主要都市であり、ジョンソン式キングスポートブリストル広域都市圏と合わせてトライ式と呼ばれている。ジミー・ロジャーズ、カーター・ファミリーによるカントリー・ミュージック発の商業的レコーディングとされるブリストルセッションが行われた地であり、後にマウンテン・ミュージシャンのアンクル・チャーリー・オズボーンが好んだ地とされている。1998年、 アメリカ合衆国議会は、ブリストルをカントリーミュージックの発祥地と認定した。またテネシー・アーニー・フォードの生誕地でもある。ブリストルは、ナスカールのショートトラックである、ブリストルモータースピードウェイを有し、年2回の通常16万席が完売するが近年、観客数が減少してきている。ウエスト・ステート・ストリートのグランドギターカントリーミュージックの初期のレコーディングを行い、 影響を与え、カントリーミュージックの発展に貢献したとして、1998年、アメリカ合衆国議会は、ブリストルをカントリーミュージックの発祥地と認定した。1927年、ビクターレコードの音楽プロデューサーのラルフ・ピアは、ブリストルの伝統的フォークソングを地元の音で表現するために、地元のミュージシャンでレコーディングを始めた。 1927年7月31日、カーターファミリーがバージニア州メイセススプリングから新人を探していたピアのオーディションを受けるためにブリストルにやってきて1曲につき50ドルを受け取ることとなった。同様にジミー・ロジャーズもブリストルのピアの元にやってきて最初のレコーディングを行った。1994年カントリーミュージックについて また音楽ジャンル形成に貢献した市の役割について学ぶ指針を示すためにカントリーミュージック発祥地連盟を結成した。現在この連盟はカルチュラルヘリテージセンターが組織し地域のカントリーミュージックの歴史の教育に尽力している。毎年9月第3禁土日音楽フェスティバルブリストルリズムルーツリユニオンがカントリーミュージックの発祥地としてのブリストルの歴史を 祝詞。テネシー州とバージニア州の宗教のダウンタウンで行われている。ピナクル2014年後期から2015年初頭、週刊高速道路815074番出口に、ショッピングセンターザ・ピナクルがオープンした。バスプロショップス、ベルク、リックススポーティンググッズ、マーキーシネマなどを有している。ブリストルは、 テネシー州北東部各北緯36度34分9秒、整形82度11分51秒、北緯36.56917度整形82.19750度、36.56917-82.19750に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると総面積九点五平方マイルのうち九点四平方マイルが、 土地0.1平方マイルが水域である。ありがとうございます。